森の安藤。すいません。蜂蜜をペロってしてもいいですか？またですか？今日が初めてのことであれば、私も蜂蜜をお譲りするにやぶさかではございません。しかし、あなたは昨日もペロってするだけとおっしゃっておきながら結局、ペロ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 、ペロ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 、ペロ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 、ペロペロペロ、ペロ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 、ペロ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 、ってなさったじゃないですか。ちょっとぐらいいいやん。こらー。安藤さん。また喧嘩ですか。君たちはこういう言葉を知っていますか。喧嘩するほど、てい！安藤さんがてい！ってね。チェ。安藤さんにはかなわないや。ところで、安藤さん。俺、前から安藤さんに言いたかったことがあるんだよね。こら、よせ。安藤さん。本当は安藤さん、人間なんだろ？俺？お前、俺、ペンギンよ、俺、ペンギン。人間なわけないじゃん。待って、今携帯がブルブルってなったんだ。はい、もしもし。え、なんですって？実家がある、南極の氷が、なんか温暖化の影響で、なんかこう、危ないっていう感じですって。そりゃ急いで行かなきゃ。なぜなら俺はペンギンだから。なぜなら俺はペンギンだから。そんなわけないだろう。安藤さん時々、ペンペンって言うではないか。人間は、ペンペンなんて言わんよ。いや、確かに人間かもしれませんな。だって安藤さん時々、ヒヒューマニズム。って言うじゃないですか。だがしかし、安藤さんが来てから森が平和になったのも事実だからな。ゴゴ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 なんゴゴだ？ゴゴ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 
じゃい。開発じゃい。おごり高ぶる人間よ。その際限のない欲望の果てに、一体どれだけ向こうの旅の血が流れるというのか。こらー。あ、安藤さん。ブー。君は、こういう言葉を知っていますか。開発するほど、ごめんなさい、ごめんなさい。ブこの森の平和は安藤さんが守る。ペ、ペン、ペン。ブー。結局、安藤さんがペンギンかどうかは分からずじまい。でも、一つだけ確かなことがある。安藤さん、あんた、心のペンギンだよ。Thank you, Mr. And I love you anytime. You make me happy and give me peace. 今夜は君の胸で眠りたい。すげえ魚くせえけど、母なる森に春の香りが満ちてゆく。まあどうせ俺が魚くせえから台無しだけど。 Thank you, Mr. Hand, I love you anytime. You make me happy and give me peace. 明日も君の胸で眠りたい。あの女、明日もどうせ魚くせえけど。